はい、ということでごきげんよう、俺です。本日紹介していく、装備の方はね、こちらの3段レベル3をぶっ破していく3段ライトになります。落ち着け、落ち着け、落ち着け。はい、ルールルル、ルールルルルルル。うん。はい、ってことでね、3段レベル3を打っていくライトといえば、こちらのカラザね、ラスボス、はい、こちらを僕は使ってるんですが、うん、こちらの方ね、まあ、順々に上から行きましょうか。はい、まず、百竜装飾品の方は、うん、連発すると、まあ、会心が乗っかっていくぞっていうクシャのやつね。はい。これ一択です、僕は。で、一択で、回連星の方が、攻撃と回心率を乗っけてますね。はい、で、まあ、少なからずこれで 5% 回心乗っけてるんですが、まだマイナス 10% です。はい、はい、まずこのマイナス 10% っていうのは頭に置いておいてくださいと。はい、続いて頭、これカイザー X クラウンね。うん、これね、先に言っとくと、これちょっとびっくりしたんだけど、はい、これ実戦の方このままでいったんだけど、俺これ装飾品入れてなかったっすわ。笑い笑い笑っとけ、ここ笑い笑い。で、こちらのね、回連星の方が弾道強化がついてるんですが、これ別にいらないっすね。これなくてもどの道、2個積むんでいらないんですよ。これ2あったらいいんでね、まああったら若干いいかなってぐらいかな。で、胴体ベリオ X メイルで、こちらチューンナップついてます。こちらは非常にお利口さんですね。うん。ですね。まあ、ただね、どっかの部位でね、チューンナップついたらよかったなと思ってください、皆さんね。はい、というか、つけてください。で、腕の方が、ボロックス X アームか。で、こちら、連撃。こちらも非常にお利口さんですね。いいですね。はい、お利口さんなんすわ。はい、で、こちら、腰の方が、八つ肩 X コイルね。こちらは5スロ増えて反動軽減つけてる感じになるんですが、まあ記憶に新しいこのね、僕は何もつけてなかったカイザー X クラウン、こちらなんとね、5スロ3つ空いてるんですよね。だから別にこの5スロ足さなくても、そうそうそう、まあ一応いけんぞっていう感じかな。で、メルトグリーブの方で、こちらが、5スロが2スロになってますね。で、あと装填速度か、まあ装填速度もね、まあ、カイザー X クラウンにね、まあ、はめ込めることもできるし、ただ、まあ、ここの2スロ使うからな、どうだろうっていうところは、あとは、皆さん、回連星するかしないかと、この5石の問題になってきますね。5石が、こちらで見ると、ちょっとややこいのつけてんな、こいつって思うかもしんないけど、これ、なんつうんだろうな、攻撃をマックスにしたかったんですよね、今回のね。はいはい、うん、で、こちら僕の方は攻撃3と、まあ、3スロの2スロのところにね、弱点特攻をつけてるんですが、はい、うん、とりあえずここで攻撃3、まあ、弱得つうか、まあ、2スロのやつね、回避距離でもいいですわ、うんうんうん、2スロのスキルが4つここでつけれたら問題ないかなって感じの5石をそれぞれ探して提出してくださいって感じかな。はい、足りないところはな、もう今の時代はね、もう回連星でも回してくださいよっていう。はい、はい、で、弾の方が、うん、まあね、これね、この武器といえば3段レベル 3か、レベル3を打っていくっていうだけなんで、もうこれ特化でもう3段3しか打たないです。で、時と場合によって砲3段レベル3も打てますと。うん、うんっていう感じかな。まあ、この2つぐらいかな、使うの。はい。で、ステータスの方なんですが、おっと、そうだそうだ。今回ね、これ、ロングバレルね。ロングバレルで、まあ、リロードは普通のでしょ？それもちろんだよね。属性関係ないから。で、射撃の方は、もう、普通に射撃にしてます。ノーマルです。これ、正常位ですね。はい、うん。適正射撃法とかにはしてない。正常位。はい、正常位じゃないわ。射撃な。射撃にしてます。まあ、一応これ、下にも変えておきますね。はい、で、スキル、ドンと。で、これ有限実行の攻撃マックスと、はい、うん、と、これ見切り3、うん、そうだそうだ、ここで覚えてるかな、はい、武器はマイナス 10% なんですよ、今。はいはいはい、うん、で、クシャのやつでとりあえず打ちまくってたら 15% 乗るから今プラス 5% 来たな、はい、うん、で、見切りが3で 15% だから足し算で 20% と、うん、うん、うん、プラス弱点特攻効く部位だと 50% 乗るので、これで 70% と、はい、はいはいはい、うん、で、スタミナ維持をちゃんとしてればプラス 30% 乗って、全部がうまくいくと 100% になります。おー、なのでそこを全部を意識して頑張りましょう。はいはい、うん、はーい、
ただ今回この装備の方が、特に火力が最強とかそういうわけでなく、もうお気づきの方もいると思うんですが、まあ、本来ねこの手の武器持っていくときは腰をマガマガあたりに変えて号外修羅をつけていくんですよね。火力上げようと思って防御を削ってな、と頭か足あたりに、フィディアもしくはアークを入れて恐竜車を発症させるんですわ。ただね、ヒットポイントが減っていったり防御力を下げるっつうので嫌な顔する人たちもいるんですよね。知らないと思いますが嫌な顔するんですよあいつら。そういう人のための装備ですね。だからこうなんだろうな、失うものがない普通のノーマル装備です。ノーマル装備ね、正常装備ですよこれは。結果行き着くと正常位が一番いいって話になってくるんで、まあそれを生かした装備。酔っ払ってるんですか？あ、今日ちょっと酔っ払ってるんですよね。でもう一回最初からね、攻撃マックスでしょ、で、ミキリさん。で、だから、この、正常装備でいくと、超会心弱得、渾身はマックスにしてください。で、はい、弾道強化これ3なんですが、2で十分ですね。はい。で、あとはこの武器に合った、装填速度と反動軽減も入れて。はい。うん。で、あれ、ちょっと待って、おかしいぞ。問題が起きましたね。三段強化がレベル2だ。問題ですね、それは。問題ですね。これちょっと僕装備間違えてますね。いかんですよ。いかんですね、これは。これいかんですわ。これいかんですよ。ちょっと待ってな。はい、ってことでね、今のなしでーす、なしでーす。はい、ってことでね、カイザー X クラウンね、ちょっと僕間違えたの付けてましたね。びっくりしたのが、実戦はもう先ほどのでいっちゃいました。なので実戦で見るダメージより皆さんは強いダメージを出せるってことが分かってから、これプラスですよね。よかったよかった、ちょっとそんなな、高いのを見せて、あれそんなダメージ出ないじゃんっていうよりかは、あ、思ったより強いっていう方が喜びがでかい。これが僕のプレゼンの仕方なんですよね。なるほどね。まあ慌てすぎてもポーズも取ってないから、俺のキャラ今不動じゃないですか。でだ、まあ聞け、落ち着け落ち着け。で、変えてきたカイザークラウンがこちら、311のスロットになりましたね。はいはい。ってことで、これね、1スロが1個3スロに変わってるんですが、こちらまだ錬成そんな素材ね、重くそ減っていくわけじゃないんで、頑張って3スロにしましょう。以上です。はい。もしくはね、俺これ3スロになってるけどついたスキルが流属性攻撃強化なんだよね。こんなうんこちんちんなのがついてるんさ。なのでここに三段強化したらええんじゃないっていう話になってくるやん。ちなみに私は、どっかのスロットを1スロのところを2スロにして、でそこに弱徳を入れて、これはウサタの墓石が攻撃さんの3スロ1個あるやつやからやろ。そうですそうです。まあだからその辺ね、お守りと回連星を駆使して、おのおのがな、みんなおのおのが責任を持ってやるところですね。これがまたモンハンの面白いところやな。レア8の装備が3個入ってるから、そこまで回連星難しくないと思います、いいこと言って、いいこと言ってる、で、急遽ね、とりあえず1スロは入れてきましたね。何かをね、はい、何かを入れてきました。ってことでスキル紹介こちらドンと、はい、はい、先ほど変わったところといえば、あれ俺何入れたんだ。頭に入れたんですよね。そう頭に入れたのが、これね、炎尿盤石をレベル3にしましたね。バランスいいですね、とあと3段強化ね、これで3段マックスになってますよ。じゃあ最初からいきますよ、はい。とりあえずやってほしいのが攻撃マックスと超会心弱得渾身これマックスと、あと三段強化、これ一番大事だからね。三段レベル3打つのはこれ一番大事だから、ここかな、一番大事です。知っとうと思うけど、であと装填速度反動軽減も入れてますと、であとチューンアップはついてラッキーだから皆さんは頑張ってくださいと、まあ、これ別のお守りで入れてもいいしね。で、まあ弾数多いんで弾丸節約は今回無視してます。で、残念なところが回避距離アップ1なんですが、皆さんもっとね連戦頑張ったりお守り次第で、まあ、増やすこともできるし、まあ、全然これより強いのは作れますと。あくまでこれ最低限の装備かな。で余った1スローにさっき強を入れてきました、
あざっす。で、連撃は、お好みですね。まあ、絶対あった方がいいけどな。まあ、確かに。はい。ってことで、先ほども言ったんですが、僕はこれで、ロングバレルの、リロード射撃でやってますと。ってことでね、先ほどちょっとね、まあ、取り直しっつうかな。ちょっと、装備に不備があってね、これバグだと思うんで、カプコンに言っときますわ。先ほどのね、ちょっと未完成のね、まだね、三段もレベル2で、5スロー3つ空いた状態での装備で実戦の方行ってきたんで、まあその最低のな、最低ラインのそれを見つつ、あ、これより強いのが作れるんだなっていうことを理解していただけたらと思うんで、実戦の方ね、よかった最後までご覧になってください。はい。はい、ってことでね、金レイヤー討伐にやってまいりましたと。ザコじゃねえか、ボコボコにしてるんぞ。はい、前回ね、ちょっとあの三段速射の方でね、生きった動画が撮れたんでね、その後遺症ですかね。最近ウサタがよく生きるんですよね。ザコちゃん。ってことで、今これやってるんですが、先ほどね、装備紹介の時に言ったと思いますが、この時の僕は三段強化レベル2の状態でやってますね。もうちょい乗るってことですね。もうちょっと強くなるってことですね。なのでちゃんとしよう。そうそうそう、このダメージだけ見て、あらま強くねえじゃんって判断するのは、はい、うん、なんかノンセンス。分かる人には分かるから。これは何何取り直しとかしないんですよ、こういうの。まあ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 、だってリアルを伝えたいから、はい、別に俺はダメージ強いのが出てるぞ、どれやっていうのを別に伝えたいわけでもない。この時の俺を見てって感じだから。成長日記的な。そう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 、やっぱ成長過程を見るのが楽しいじゃん、こういうのって。そうそうそう。いくら完璧なの作ってもだんだん上塗りされていくもんやん。はいはい、うん、そうですね。そう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 。でもこの動画作ることによって俺も成長した。あ、この装備じゃねえなと。三段強化レベル2で止まってらって3にした方が強いんじゃないかと。そりゃそうでしょ。そうで、三段強化3にまでできたんだよ。だから成長だよ、これは。はい、はあ、うん、あ、伸びましたね、私は。で、俺はそういう手間を兼ねていったけど、皆さんはその手間なしに初めから、そっか、3にした方が強いじゃんっていうのを、はい、ちょっと、私の装備。はい、ってことでね、前回こちらね、ちなみに確か、ローゼン瑞拳の三段速射でやっていた時の方がダメージ良さげなんですが、確かその時はタイムが、3分58秒とか、まあ、おっきり3分台だって言ってたんですよね。で、まあこれね、まあ取り終わってるから分かるんですけど、言っちゃえばその時よりなんだかんだこっちの方が早かったですね。マジっすか。そうなんですよ。ダメージで見た時に、あ、やべえ、あんま強くねえかもって思ったけど、やっぱ強いっすね。やっぱ連射効くからかな、単発の方が。私が装備を失敗したのに。いやいや、そんなことより俺がまず毒ったのにっていうところ。打ってたら回復しますよ。回復しないんだよ。回復しない。それは恐竜書がついてる方々だよ。うん、今回はね、毒っても無視してそのままやっていきますって感じのスタイルでやってますね、僕は。セルフ恐竜場。ちなみにこれはね、ラムちゃんなんですよ。ダッチャは？ん？ダッチャじゃない、ダッチャあんた、昭和のラムちゃんやろ。うん、令和のラムちゃん、そんなこと言わない。なんて言うんですか？え、言葉はいらない、そっと優しく抱きしめてくれるよ、令和のラムちゃんは。イケメンな感じ。イケメンがやるやつじゃん、それ。イケメンじゃん。もう 今の時代ダッチャダッチャなっちゃう。はい、ってことでね、話してる間に、はい、ジージーとジージーなんかな、ようわからんけど、こいつは捕まえれますからね。3分38秒。そうなんだよ、なんだかんだこっちの方が早かったんだよ。もう一回言っておきますね、これ三段強化レベル2なんですよね。はいはい、ということで皆さんもっと強くなれますっていうね、可能性を秘めた装備っていうことを紹介してきました。はい、ということでね、もしよかったらね、皆さんも、恐竜書をつけたくないそこのあなた、これを作ってみてはいかがでしょうかってことで、お疲れ様でした。お疲れ様です。最後までご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。